スンスン、お世話になっております。ゆっくりです。毎回閲覧、コメント、マイリスなどありがとうございます。大変、励みになり、とても嬉しく思っています。さて、今、世帯の管理画面を開いているんですが、前回のパート11で、もう一人もネガネにしないと、タイトル詐欺になるよ。とのコメントをいただきました。メガネ男子を筆頭とした、愉快な仲間たち、みたいな気持ちで、メガネ男子たち、というタイトルに変更したのですが、確かにそうかもしれない、と思い、少しだけ陸士くんの服装を変更しました。通常はこの通り、そのままにしているのですが、フォーマル衣装には、メガネをつけてみました。伊達メガネです。あと、これだけではダメかな、と思ったので、スポーツ服については、メガネのついた T シャツに、トップスを変更しました。全部にメガネをかければいいのかもしれませんが、実は、陸士くんには、アクセサリー扱いでまつげをつけているため、メガネをかけると、まつげが外れてしまうのです。あとは、ナガルさんとの違いを区別するため、この形でご了承いただければと思います。いろいろ、至らない点もありますが、今後ともよろしくお願いいたします。改めて、パンケーキ産地のアイノスのベッドから、おはようございます。ゆっくりです。今朝は、昨日作っておいた料理の残りを朝ごはんにしましょう。陸士くんもおはよう。一緒にご飯を食べようね。はぁ、チーマパースドゥーブ。指示をしていないけど、ちゃんと二人でお話をしてくれるかな。Babwa! Sponge and Azul Yaga! Yahoo! Oh, you got it! Yips! お片付けをしたら、どこかにお出かけしましょう。今日は、まず、ウィロークリークの公園に来ました。陸士くんには、ここでまた、皆さんと仲良くなれるよう、お話をしていてもらいましょう。ナガルさんは、作曲した曲の使用料金がもらえるように、レベルを上げがてら、チップを稼いでもらいます。トラビス君がいたので、リッチ君、一緒にチェスでもして話しててね。お、今日の公園はいっぱいチップがいただけますね。Nibahana Ufrim, huh? He's the Vaben. Kim Pali Bisuga, Duda, oh Duda, Kim Pal Roses from Balloon, oh Duda, Go Marina, Nib, Go Marina, Dream, a Bemsid, oh my God, Nagaru-san がコンプリナリを歌っているところですが、ツルツルの女性がいたので、ハゲを駆逐します。迷うなぁ。これどうかな。
このポニーテールにしましょう。奥のチェス台の左側のお姉さんです。可愛くなったかな。ナガルさん、歌が上手になったねー。リクシ君もトラビスさんと楽しんでいるようです。あ、今度はツルツルのおばあさんか。この方も髪を生やします。このナタリーさんは決めてた髪型があるのでそれにします。どうでしょうか。キュートなおばあちゃんになりました。服装はデフォのままですがなんだか可愛いですねさてこれでよし。存分にギターを弾いてください。ナガルさん、おや、サマーちゃんがリクシ君の向かいに座ってくれました。先ほどのナタリーさんも加わりました。サマーちゃんはいろんな人と仲良しですね。チェスをするときも本当に豊かな表情ですね。シムズ3もそうでしたが、シムズ4はさらに眉毛や口が大きく動きます。ナガルさんもギターが上手になってきて表情にも余裕と貫禄が出てきました。ありすぎはロタ。どうやらトラビス君と雲を眺めて親交を深めているようです。ナガルさんはあまり積極的に人とお話をしに行ってなかった気がします。リッチ君を追加したのはシムが自由行動で何をするかが楽しみだったことと違う性格のシム2人の生活を見てみたかったからです。あとイケメン要素大事ですよね。雰囲気イケメンですが、でも幼女がいたら多分そちらを追加していたと思います。ぜひ。さてトイレとお腹が空いたのでオアシススプリングスのラトルスネークジュースバーに移動してきました。ナガルさんがチップを稼いでいる間、リクシ君にはここでもバーで働いてもらいましょう。ここはテレビがあってそこにお客さんが吸い付かれるためチップが少し沈むような気がします。頑張れナガルさん。リクシさん頑張ってバーで稼いでくださいね。でもバーはなぜか稼ぎがあまり入らないんですよね。でも見てる分には楽しいです。稼ぎはのんびり慌てずにします。ハンカーバジョガ、おー、イエブスクーナーダ、アハリバーザチキンフィッシュヤクラヤバーヌッチェルカレンディスウォーダSarf Samzo, Quing, Quing, Abba. Ronga, Kimwadisa. Finib Nikva.
Floopy. Skooma. Oh, and Fora. Yeah, Nibs. Sharky Gelma. Galpador. Jonky. Whoa. Noob. Skitarma. Oh. Ganashuna. Tharbenip. そして、気が付いたら、メガネさんがダンスをしていました。あともう少しでレベルが上がるから、それはでは頑張って、ギターを弾いてください。おめでとう。これで、作曲した曲の使用料を、毎日もらえるようになります。自宅のポストから送らねば。そんなわけで、早速引き上げましょう。帰ってきました。早速ポストで曲の使用許可を出します。カツオの叩きの哀愁。どうかヒット曲になりますように。曲の使用が許可されました。明日から収入が入るかな。ナガルさんも、お疲れ様。ご飯を一緒に食べたら、もう寝ましょう。明日からは、リクシ君も、本格的に何かでお金を稼いでいこうね。でも、稼ぐだけじゃなくて、いろんなこともしようね。ふんふん、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 ふん。そして、こっそりとイーゼルを追加。まだだいぶ先ですが、リクシ君の願望の、豪邸王の、第一の願望で、絵画が15枚必要になるから、自力で頑張ってもらいます。それではおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。